では前回は船に乗るまでの話で、ここからはじゃあもうちょっとこう一般的な情報をお話ししますね。で、契約、1回の契約でどれぐらい乗るんですか？1回の契約は基本は7ヶ月です。7ヶ月で、またすぐに次の船に乗れる？7ヶ月乗ったら最低7週間は休まなきゃいけないので、7週間、その後は自分のリクエスト次第でこの船に乗りたいとか、ここ行きたいっていうリクエストを出してそれがもらえれば、じゃあまあ絶対お休みは入るってこと。7週間以上は取らなきゃいけないことになってるはずです、で、言える範囲でいいんですけど、お給料ってどんな感じになってるんですか？今はお給料は、基本給とかそういった歩合とか、基本給はなくて完全歩合制で、一応今は最低収入が保証されていて、でも1ヶ月800ドルとか、800ドルは最低保証、それ以上、例えば600ドルしか稼げなかったら200ドルは補填してもらえる。なるほど。で、歩合の割合も船によって違うので、その契約によって、大体 20% から20%、チップ込みで 20% から 20%、25% ぐらいですかね、多分。チップ込みなんだ。込みで。ほぼチップじゃないですね。ほぼチップかもしれないですね。なるほど。じゃあ、すごく、出来高がいい時とない時のすごく差があるっていう感じ。そうですね。あと人にもよるし。なるほど。今まで乗った船の航路とか教えてもらえますか？今まで乗ったのは一番最初はボストン、バミューダ行ったり来たりを5ヶ月。バミューダっていうと、大西洋じゃないや、カリブ海か。カリブ海、そうですね。あのところをぐるぐる回る。いや、もう本当にボストンとバミューダ行ったり来たりっていう、それだけのクルーズを5ヶ月やって、あとはカリブのところにちょっといたっていうのから、それは何週間クルーズ？それは1週間クルーズを繰り返し。繰り返し。で、その次の契約の時はアラスカシーズン。でもシーズンによってはそこに行って、それからまた移動してどっかカリブ海とか違うところに行くこともあるので、いろいろ。アラスカはじゃあアラスカ発ですか？それも航路もいろいろあって、私が乗ったのはバンクーバー発、バンクーバー着で1週間クルーズで。なんかあれだよね、なんかフェイスブック見てると、あれ北極、それはこう今回行ってたのは、そうです、北極圏に行ったのは。それはどんな感じの航路でした？アンカレッジ発のニューヨーク着っていうので、カナダの上を通って、アメリカ大陸の上を通って、で、東側に出るっていう、クルーズ船では初の試みだったので、結構。いろんなニュースになってたんですけど、あとなんだっけ、イースター島に行ったこともありますね。何カ国ぐらい行ってます？わかりませんでした。そうだよね、なんか世界中行ってるなっていうイメージが。そう、船会社にもよるし、私が結構乗っているクリスタルっていうのは一つのところでも、その乗ってる年にもよるけれども、ヨーロッパをぐるぐるしてたりとか、カリブの方、ニューヨークとかっちの東海岸の方をやってたり、結構一定のところにとどまらずにぐるぐるいろんな移動しながら回ってるところで、でも他のクルーズラインはもうこの船はここっていうふうに決まってるところもあるし、でもカリブ海だけずっと行ってるって場合もあるし、北回りで行ってたり南回り行ったりとか、なんだっけ、
横回りだったり縦回りだったりみたいなのもあるのかな。どこ地球を、地球はそのなんか大きく回るのは結構ワールドクルーズって言われてるもので、ワールドクルーズはもうやっぱり年によってあのどう回るかはいろいろのようです。なるほど。今まで乗った船の大きさを知りたいんですけど、何人乗りとか。一番大きかったのはお客さんの数が2400人で、クルーが1000ちょっと、うん、一番ちっちゃいのでお客さんの数が900何人でクルーが600とか500何人とかいう感じですかね。前あの日本に来た時のやつってあれは何人乗りぐらいでした？私見学させない。これが一番ちっちゃいやつですね。すごい大きいよね。でもクルーズ船にしたら中型ぐらいの。なるほどね。まあ、一番大きいのは6000人クラスのお客さんの数で。すごい、一つの都市ですね。街が動いてるような感じの大きさのもあります。ビルが、そうね、横になって移動するっていう。やっぱりお客さんはアメリカ人が多いんですか？アメリカ人が多いですかね。でもヨーロッパの人も多いので、それもやっぱり船会社によります。船会社がヨーロッパ系の船会社はやっぱりヨーロッパの人が多いし、アメリカ系はアメリカ人が多いし、オーストラリア人もいるし、でもアメリカ人が多いですかね、やっぱり。出港地がアメリカ国内だからということですか？いや、それもあるかもしれないし、別にそうとも限らない。